三菱380は三菱モーターズオーストラリア社で2005年から2008年にかけて製造されていた中型乗用車である。この車は1985年に導入されたマグナベラーダシリーズの後継者であり、ほぼ米国で設計された9代目のギャランをもとに600万オーストラリアドルを費やして開発と生産が行われた。380は マルのオーストラリア市場向けに生産される全輪駆動セガンを踏襲し、トヨタ・オーリオンと共に、後輪駆動車のフォード・ファルコンとホールデン・コモドアに競合した。この車が発表される前でさえすでに380はマルに取り、乗るかそるかの博打であると噂されていた。販売が低調なまま推移すると、2006年4月28日にモデル構成が見直されシリーズ2となり、 ベースモデルは約20%もの価格引き下げを実施された。購買意欲を喚起するために2007年7月29日に主に外装に手を入れたシリーズ3が導入された。これらの変更をしても販売を改善することはできず、マルは生産で利益を上げることができないまま380は2008年3月に生産中止となった。DB シリーズの三菱。 380の開発は、日本の三菱自動車工業経営幹部が丸に2種類の近似モデルに関する作業開始を承認した2002年に始まった。最初のモデルは、コードネーム PS41 と命名された9代目ギャランの右ハンドル仕様であり、マグナとベラーダの代替となる予定であった。2番目のモデルは2007年に発売予定の車内で、 PS41 リットルとして知られたロングホイールベース版で左右両ハンドル仕様が作られる予定であった。しかし、三菱自動車工業の財務状況がさらに悪化するとダイムラークライスラー社は三菱自動車工業との提携から手を引き、PS41 リットルの開発は2004年に破棄され、PS41 が量産に入るかどうかも疑問視されるようになった。 2004年半ばに実施された会社の調査では84%のオーストラリア人が三菱自動車のオーストラリアでの生産中止を信じ込んでいることが分かった。ブランドに対する信頼回復のために380の発売前の2004年12月に一連のテレビ CM が放映された。後の丸の CEO トム・フィリップスを中心に宣伝は業界初の5年。 13万キロメートル保証の導入を懸念した。三菱は、元クライスラー社の会長リーアイア国家のスローガンを、もじって、CM の最後を、高品質で素質の良い車を、お探しなら、これを、どうぞで締めくくった。380SX と GT に、共通の顔回り380の開発には、車両製造のためのアデレードの生産施設への250万オーストラリアドルの、 投資を含む合計600万オーストラリアドルが投じられた。これには、それまでの別個のパネルから成形されていたボディ側面を一体パネルから製造するための新しいプレス機器の導入費が含まれていた。これにより2005年時点での業界標準の1.0から 1.5mm 厚に比べ 0.7mm 厚の LS と LX とも共通のベースモデルの380の オリジナルの顔周り380の後ろ姿開発の極初期の段階から三菱自動車は常に PS41 を北米のギャランとは外装スタイリングの面で異なるものにしようという意図を持っていた。問題は PS41 がギャランと同じ骨格と側面形状を有していたためほとんどの部分は変更されずそのまま残るということであった。 黒ベリーパーク工場が刷新されたことで、ボディパネルを製造するジグも新しくなり、より強靭なボディを製造することができるようになった。これにより丸は、デザインに多少は手を入れる余地を得ることができ、大型化した全部フェンダーやボンネットの刷新、新しいヘッドライトやグリル、バンパーが生み出された。PS41 の顔周りは、もともとは当時の三菱自動車のチーフデザイナーの、 オリビエ・ブーレイがデザインしたものであった。ブーレイは2003年モデルのマグナ、ベラーダのフェイスリフトも担当していたが、この変更は購入者には不評であった。2004年にダイムラークライスラー社が三菱自動車との提携から手を引いた時にブーレイの影響も終わりを告げ、これにより発売前に外装に手を入れる一回だけの最後の機会が訪れたが、 生産開始まで1年弱の時間しか残されておらず、デザインのやり直しは、マルと親会社の日本との協力で行われた。デザイン修正の基本的な部分は、日本のデザインスタジオで実施され、スポーツモデルが現地でデザインされた。より、オーストラリア市場に適した車となるように、ギャランと比較して70%の変更が施されていた。オーストラリアの道路状況、 顧客の思考といったものが変更箇所の根源であった。車体後部の床構造は標準サイズのスペアタイヤを搭載できるように変更され、後部側面の針は牽引能力改善のために強化された。オーストラリアの道路状況のためにボディの強度が上げられ、これにより改善されたボディ剛性により車両の運動性能も向上した。このことはより洗練された。 設計のサスペンション、新しいショックアブソーバーやスタビライザーの採用といったものにつながった。380はセダンのみで、エンジンは全くの新型の 3.8LV 型6気筒、サイチェシー24バルブヘッドを採用した 6G75 型であった。普通とは異なり、スポーツモデルがサイレンカのベースモデルよりも高出力のエンジンを搭載しているといったことはなかった。 異例なことは、5速 MT の 380ES が、事実上全モデル中で、最速車であり、175kW と343ナノメートルのエンジンはこの車を0時速 100km 加速を7.6秒で走らせた。ギア比の関係で380が装着した MT と AT の加速性能は同じであった。2007年モデルの 380ES スポーツの 内装380シリーズ3には ES、SX、VRX と GT という4モデルがあった。5速の MT か AT のどちらかが選べる ES は、トラクションコントロール、前方と、側面エアバッグ、自動温度調節式エアコン、電動ドアミラー、パワーウィンドウ、運転。ES はアルミホイール、フォグライト付けスポーツフロントバンパーも備えていた。 その上の AT のみの SX は、特徴ある灰色のスポーツシート、皮巻きハンドル、多機能カラー LCD ディスプレイ付け6連装 CD、プレイヤー、スポーツリアバンパー、17のアルミホイールとスポーツ仕様のサスペンションが追加されていた。VRX は、より大掛かりなスポーツ仕様の外観を備え、前後のバンパーにはノーハイ色のアクセントが入れられ、目立つリアウィング。 磨きと塗装が入った17のアルミホイールを装着していた。VRX の内装は座席に青い生地が追加され、全部座席には VRX の刺繍が入り、刺繍はオプションで銀紙でかがられた革製も選択できた。VRX は5足の MT か AT のどちらかが選択できた。最上級モデルの GT は標準で革内装、磨きと塗装が入った17の アルミホイール、トランク一体型スポイラーとトランクのメッキ装飾パネルとボディ側面の傷防止ストライプを備えており、三菱は GT には追い金なしで、GTL という名称通りの豪華装備オプション付けのモデルを提供していた。GTL スポーツは、控えめなテールライト周り、銀塗装のアルミホイール、ベージュ色に黒色をあしらった内装を持っていた。シリーズ3の発売時に、 三菱は二つの特別モデルを発表した。ES をベースとしたスポーツエディションは17のアルミホイール、目立つリアウィング、スポーツ仕様サスペンション、黒色内装とサンルーフが ES と同価格で提供された。VRX をベースとした380、VRX フュージョンバーストは限定のオレンジ色塗装であった。塗色以外では サンルーフと特別記事の内装を備えたフュージョンバーストは VRX と同価格で提供された。2005から7年モデルの 380GT380 は2005年10月13日に発売されたが期待したほどは売れず2006年1月20日に丸2006年3月には生産工場は3週間閉鎖された。 2006年4月28日のシリーズ2の導入に、伴い三菱は値下げを発表した。ES と呼ばれるようになった、ベースモデルは34,490オーストラリアドルから27,990オーストラリアドルへ、新たに追加された SX は32,000、VRX、LX と GT も、おのの1,500オーストラリアドルから3,000オーストラリアドル、値下げされた。 三菱は旧価格で購入した最大1500点の販売業者に2000オーストラリアドルまでの販売報奨金を支払うと発表した。2007年半ばにさらなる販売数の増加と個人購入者の興味を引くためにモデルと価格の改定を伴いシリーズ3が発売された。ES は1000オーストラリアドルの値下げがなされたがその一方でアルミホイール フォグライト、トラクションコントロールが追加されていた。マルは、マレーシアのプロトン車とプロトンペルダナを代替するリバッジモデルとして、マレーシアに380を輸出するという可能性について交渉したが、この交渉は成立しなかった。380は2005年度のオーストラリア最優秀大型乗用車賞を受賞し、オーストラリア保険グループの格付けでは最も安全な。 オーストラリア製乗用車と認定され、アンカップの4つ母子獲得で2006年生最もとも安全なオーストラリア車、デリバリーオーストラリア市による最優秀車用車、オーストラリアモータークラブレポートでは最低維持費といった賞を獲得した。3.8L エンジンは、歳から優秀技術賞を贈られた。ニュージーランドでの三菱、380は、 メキシコ市場でのギャランと非常に似た存在であるが、4気筒エンジン搭載車は提供されていない。2008年2月5日に三菱モーターズ、オーストラリア社は3月31日にクロベリー、パーク工場を閉鎖し、成長の見込めない380の販売により、三菱はオーストラリア市場では全車種輸入戦略に転換すると発表した。 380の最終生産者は2008年3月27日に生産ラインを後にした。この車は2008年4月末にオークションに出品され、オーストラリア西部の自動車ディーラーが10万オーストラリアドルで落札した。落札者との協議でこの代金はチャリティーに寄付された。2009年10月に三菱自動車工業社長のマシコ・オサムは、 振り返ってみて、世界金融危機の前で、従業員たちが他の就職先を見つけることのできる状況の2008年3月に工場を閉鎖したことは良かったと語った。ありがとうございます。